それぞれ行きましょう。はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ PR お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。2022年バッテリンビューティーの木村理恵です。私たちは辰野信秀監督、山田純総監督率いる36号車、37号車くんバッテリーチームとしての応援をしてます。皆さんこんにちは。2022バッテリービューティーのよしみんこと吉見彩です。ありがとう。バッテリーでおなじみ紅和株式会社はプロアマチュア問わずさまざまなスポーツシーンをサポートしています。筋肉疲労にはバッテリン、皆様ぜひぜひお試しください。にゃんこ大戦争ガールズの霧島聖子です。大人気スマホ向けゲームにゃんこ大戦争でおなじみのポロス株式会社は面白いゲームを作り世界中を笑顔にしていきます。ぜひポロスのゲームを楽しんでください。同じくにゃんこ大戦争ガールズの磯川町です。にゃんこ大戦争が7000万ダウンロードを突破しました。お子様からあらゆる年齢層の方に楽しんでいただけるにゃんこ大戦争でさらに笑顔を増やしまにゃん。トムスチームアテンダントの近藤美由美です。36号。あのおめでとうってゴーストもなんかミヤビーって多分ミヤビーってあの声援を、はい、送っております。はい、36号車のドライバーはジュリアーノ・アレジ選手、37号車のドライバーは宮田理智選手です。最終戦もチーム一丸となって頑張りますので36号車37号車クオバッテリーチームトムスの応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。持ってますね。はい。まあ、お二人はね、ちょっとね、スーパーフォーミュラね、最後のね、多分ステージになってしまうと思いますので、ぜひ皆さん、あ、そっか、ね、そうですね、最後に、ね、なってしまうということですので、こちらのね、3名の皆さんね、よかったらいっぱいね、写真撮ってあげてください。では、マイクの方ですね、スタッフに渡していただいて、フォトセッション、スタートです。フォトセッション終了となります。ありがとうございました。トムスジムアテンダントバッテリービューティーにゃんこ大戦争ガールズの皆さんでした。ありがとうございます。でバッテリービューティーとトムスアテンダントのね、3名の方をすくい楽しかったよって、ね、いつもだとね多分こう